チュームにお着替えしてみます。こちらなんですが、 OL とかキャリアウーマンとか女上司とかって書いてあったコスチュームです。今からこちらにお着替えしてみたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。この前の部分がスケスケなんですけれど、まあ、ちょっとキャリアウーマンみたいな OL さんそんなような印象のコスチュームですね。革のスカートで横にちょっとスリットが入ってますこんな感じです。それでは、今日のブラジャーとパンティーをご紹介します。脱ぎました。今日はひもパンです。今日はですね、ピンク色のひもパンを履いてみました。真ん中にキラキラするチャームが一つついています。この上の部分がサテンで、その上にお花の縁取りのレースがあしらわれています。それではブラジャーもご紹介します。今日のこのお洋服がメッシュみたいになっててスケスケなので、ちょっと手で押さえながら外したいと思います。はい、外しましたこういうブラジャーです。はい、今日のブラジャーはこうカップ全体がサテンでできていて、でパンティーと同じ刺繍の入ったシフォンの素材がタップ全体についています。このカップのこの縁の部分はとってもシンプルで、お花の輪郭をかたどったりとかはしていないので、とってもシンプルなカップです。はい、それでは今日は OL のコスチュームで今日のブラジャーとパンティーをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。ミヤでした。バイバーイ。